なくなっちゃうかもしれないのに野球部なくなっちゃうかもしれないのにあそこねティエルちゃんで200人しか回ってきてないと思うそうだね、うん、うわ重い嘘重い重いよ重いやん筋肉ないもんね伊藤さんにいつも壁から行ってる筋肉ないからねさあ回そう回そう回してこ回してこえデブさあこれかこれかこれかこれデブだねいい打順だなでもなこれよりデブいい打順だねクリーンナップから貼ってこうぜ初球貼ってこうクリーンナップ1、2、3、まだ回ってるいい試合だっ伊藤さんのさよならの場面で登場かもだね力入れて。胸が痛い。50分。50分でも終わりでしょ。50分。さあ頼むよ3番。頼んで。最後のチューン頑張ります。オッケー、イースイングイースイングだ。ついでにこれもかぶって。角ごろ、いい感じだ。角ごろ、出るくらいからね。どっちに貼るか。あ、じゃなくて。どうぞどうぞ。出た。よかったよかった。ノーアウトのランナーだ。よかったですいいね終わりまいいとこだよかったよかったランナーリード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 リー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 あらえ、ペア？頑張って。大丈夫おばあさんし。あれ、ファールじゃなくて？うん、つった。つった。伸ばした。お前さ戻ってこい何どうした釣った何当たって入っちゃったのちょっと休んで踏み込んだ瞬間に、うん、足が釣ったんだそしたらずれちゃったのえ今大丈夫よナイスナイスいや左でいいとこで回ってきそうだな。もう一回死んだ方がいいよ。調子いいから。ちょろ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 。ナイスナイス。頑張ってじゃあ、なんだあれ気になるわな、あんな大きい赤いの今誰なんだナイスナイスナイスよく見よう、よく見よう、低めはよく見よう気になるわな、気になるよ頑張ってさあ、田村さん、頼むよ集中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 さあ、三遊間いってるよ三遊間いってるよ、三遊間さあ、広げてる、広げてる頑張れストライクかスライダー頑張れ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 出た出たフォアボール頑張れ確かに網の塔にやっぱり行った方がいい
ボール来るかも。やっぱり来る来る。そういうもんなんで。さあこれ。俺とかでもいいけどな。回ってくんじゃん。お母さん出番なしにしとった。そっか。立ちません、ダメよ。頑張って、ちばさん。ちばちゃん頑張ってって、ほら。ちばちゃん頑張れ。ちびっこの声援ありだよ。ちばさん頑張って。もう一人もう一人。ちばちゃん頼むよ。先生頼みますよ。いいね。伊藤さんに回しちゃっていいよ。ワンアウトね、ワンアウト。盛り上がってまいりました。ワンアウトね。三塁コーチャーの指示従ってね。ダメ、警戒ないよ。勝負ない、勝負ない。ワンヒットで帰るよ。逆転、さよなら。勝負はさせない。はい。私、もっと勝負ないの、勝負ないの。勝負ないの。オッケーオッケーオッケー。ナイスナイス。プレッシャープレッシャー。ワンアウトワンアウト。置きに来るぞ置きに来るぞ。ダブられない限り回っていますよ。回してくれ。大丈夫。回る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 絶対回る。いや、もう来たかもう来たか。思い切って思い切って。すいません、いいよ、思い切って打っちゃって。頼むよ、ちゅうまちゃん。頼むよ。待たせ、待たせ。打てる、打てる。いいよ、いいよ。さあ、思い切ってこい、思い切って。頑張って。よく見てね、臭いの打ってね、臭いのはカットカット。ゴー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 よっしゃ追いついた。早く早くファーストファースト振り逃げ振り逃げ。オッケーオッケーオッケー。よしナイスナイス。オッケー追いついた。食い逃げ食い逃げ。食い逃げ。いいんだそのままで。ワンアウトワンアウト。ここ決めるよ先輩。チューマセカンドまで盗塁していいよ時間の時なんな終わり方だねさあさよなら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 決めちゃってよ伊藤さん頑張れいいよいいよいいよ思い切ってこ頑張れご近所さんやだ頑張れ伊藤さんオーケー！あるあるあるやっちゃうぞやっちゃうぞやっちゃうぞ！オッケー！わあ最悪結末よっしゃさよならかこれ何でもいいかじゃあうっすうっすこれはまだ勝利だと思うワイトマンです。はい。はい。写真撮るわ。ログイン出場は？はい。はい。
よかったよかった。こんな結末とは。